皆さんこんにちは、元スロコのヨッシーです。今日はですね、レバレッジ背取り講座の第4回ということで、背取り商材の罠ということについてお話ししていきます。ですね、ちょっと待ってください。はい、まずセールスレターの罠ということですね。こちら私が常々思っているということなんですが、背取り系にはいろいろな商材が出ていると、まあ軽くそうですね、50から100ぐらいの商材がまあインフォトップとかに出ているのではないかなというふうに思っていますけど、まあそうですね、商材を売るっていうことに特化していると思いますので、まあ、どうしても煽りというか、まあスロットで言うなら、まあ社交心、設定録を3分の1で投入みたいな、そういうような感じでですね、煽っているとは思うんですが、まあスロットは今現在社交心の煽りすぎということで規制を受けているんですけど、なぜかセールスレターは、社交心を煽っても規制されないと。まあ一時期そうですね、 Google の、広告ですね、 Google アドワーズに情報商材をリスティング広告で出してアフィリエイトするという情報、やり方が一時期あったそうなんですが、それができなくなったというふうな感じで、社交心を煽りすることは良くないというふうなことであります。はい、というわけで、まあ、セールスレター、こちらはですね、実際にある一つの、商材のレターを見て、ここの今後ダメだというようなことは、こういうようなことは営業妨害で言えることはできません。もちろんなんかこの商材みたいなことも私は言うつもりはないんですけど、よくあるのがですね、古本系ですよね。まあ、105円で仕入れて8000円で売れたみたいな感じで、まあこんなにでかくはなくても、例えば105円で仕入れて5000円で仕入れたとか、まあひどいになると2万円とか売れたよみたいな感じで、それはこんなに儲かるんだと社交心を煽りまくってる商材があるわけですね。皆さんもそうですね、セドリというキーワードで私のメルマガやブログ、もしくは YouTube をご覧になっている皆様は、一度や二度はそういうレターを読んだことがあるかと思います。はい、実際セドリやってる私からすると、こんなことほとんどないというような結論であります。こちらは他のそうですね、実際に古本をやっている、古本のみで古本ビームでですね、やってる方に聞いても、こんなことほとんどないと。たまに1年に1回か2回ぐらいこのぐらいのホームランヒットあるんですけど、まあ、基本的にこの105円っていう、ただが105円っていうリスクで8000円を取ろうとすると、このような考え方がまずいけないというふうに私は思います。こちらスロットでも一緒ですよね。スロットで言うならば、そうですね、なんと言いますか、ちょっとあれかな、等価交換で設定録を狙うみたいな、まあこれは全然悪いことではないんですけど、どう言えばいいんですかね。例えばです、仮の話といっては何なんですが、矢沢永吉さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の名言というか一つに、マイナス1の後ろにはプラス1しかないと、マイナスの100の後ろにはプラスの100があると。こちらどういうことかというと、105円で仕入れて得られるメリットというものはそれほどのものしかないと。しかしながら1万円仕入れて、1万円というリスクを取って、リターンを求める場合は1万円以上のものが得られる可能性が高いということであります。言い換えるならばそうですね、105円の仕入れという縛りだけで利益1000円の商品を見つけるのと、仕入れ額が、まあ、ちょっとその仕入れ額に対するリターンが少ないということで批判されることもあるんですけど、仕入れ額を1万円に伸ばした場合に利益1000円取れる商品というのを見つける確率、これはどちらが高いかというと、明らかに仕入れ額1万円の商品の中から3切率1000円のものを見つける方がはるかに楽と、難易度が非常に楽ということであります。なのでですね、まあ、こちら何にも言えることなんですけど、そのリスクを負わないで大きなリターンを求めると、まあ、言うならば宝くじみたいなもんですよね。あんな1枚300円ぐらいのもので5億円のリターンを求めると、こんな発想自体が間違っているわけで、まあ、もちろん私は宝くじ自体は、否定しないというか、むしろ売れてほしいというふうに思っています。まあ、国のためになるんで、ね、まあ、税金みたいなもんなんですけど、まあ、私は宝くじを一切買うつもりはありませんが、まあ、売れてほしいというふうには思っているんですけど、そういうような考え方をする人が、控除率そうですね、40%、期待値45とか40とか、そういう世界に踊らされて、バコバコ税金を払ってくれてると、まあ、税金ではないんですけど、まあ、ちょっと
まあ、売れてほしいとは思いつつも、まあ、皆さんというかこの動画を見ていらっしゃる方には、そういうのは良くないよということをお伝えしたいと思っています。次2つ目で、まあ、利益額の実態ということなんですけど、私はそうですね、別の動画でも上げているんですけど、飛び出す動物の森という任天堂 3DS のソフトがあります。こちら2012年の11月8日、実は私の誕生日だったんですけどに発売されて、こちら非常にプレミア商品として Amazon でも、即売れ利益が出るというふうに、非常に有名になっているものであります。転売鉄板商品というんですかね。こちら山田電機で4080円で仕入れることができます。はい、私も何本も仕入れておりますが、だいたい今2013年の2月18日ですね、2013年の2月18日で、6000円で、まあ、FBA と FBA という、まあ、Amazon に商品を送って売るという販売手法で6000円でもう売れてしまったというわけなんですが、この場合、セールスレターだとこれ利益1920円というふうに記載されていると思います。実際はこんなに出るはずがありません。ですね、この6000円の中から販売手数料、そうですね、 15% なんで900円ですかね。900円とゲームならそうですね、100円のカテゴリー手数料が取れると。でさらに、Amazon に送る送料、まあ、こんなのはまとめどもらビビたるもんなんですけど、まあ、総じて、まあ、実際に利益はだいたい800円から1000円ぐらいだというふうに考えてもらったらいいと思います。これでもう半分ぐらいになってると全然言ってる話が違うんですよね。これで利益出て収入が出たみたいな感じで、こんなんだったらもっと簡単に稼げるということであります。まあ、商品を見つけること自体がちょっと難しいのかなっていうのもあるんですけど、このような罠があるので、まあ、初心者の、まあ、実際やったことある方は分かると思うんですけど、初心者の方はこのポンポンって引っかかってしまって、よし買おうみたいな、買って人生を変えようみたいな、まあ、言ってしまえばただが2、3万という言い方変か、1万とか2万とかの商材で人生を変えるならば、お金を出せないならば行動する必要があると。そうですね、行動するからこそ結果が出ると。特にセドリに関してはこのようなことで言えることなわけであって、まあ、極論を言うならば、ここら辺にビームセドリというかバーコードでビームでピッて読み取って、あの利益が出る商品だけを抽出するツールがあるんですけど、そちらを、まあ、3万5000円だか4万だかちょっと忘れたんですけど、そちら買うと、で、まあ、ブックオフに向かうと、すっごいベタなんですけど、ブックオフの商品を全部ビームするして利益が出ない商品で、出る商品を見つけられないということは今の現状ありえないと思っております。まあ、それと言い換えるならば、勝つために天井絵なだけ、期待値が見える範囲で天井絵なだけをするというような感じであります。まあ、ちょっと話が長くなってしまうので、次に行きたいと思います。次ですね、月収イコール収入ということなんですけど、こちらブログランキングを見てもらえば分かるんですけど、セドリ月賞何百万とか何十万とかいうふうに、まあそれは実績ということで、その月賞自体に偽りはないと。ただ私もそうなんですけど、月賞200万イコール200万円の収入があったというわけではありません。200万の利益があったというわけではないということです。もちろん商品、仕入れるときにお金かかってます。手数料もかかってると、送料もかかってると、車で仕入れるなら車、電車で言うなら電車賃みたいなのがかかってるわけです。つまり、まあそうですね、利益率にして私の場合は 20% 25% ぐらいなんですけど、まあ、月によって違うんでね、月賞というのは。やっぱり12月なんかバカでも売れると、2月は非常に難しいというような背景がありますので、まあただその私は月賞100万売り上げって100万月賞100万って書いてあって、その横に100万の収入があったと、100万の利益があったというふうに書いてる人がいたんで、これは違法というか、まあ嘘つきということであります。まあちょっと頭をひねれば簡単に分かることなんですが、そのようなレターの書き方をしている人が非常に多いということであります。はい、次に、主な販売商品によって月賞の目安が違う。月賞はでかければいいっていう問題はないんですよ。結局は利益が出るかどうかなんで、例えばですね、古本よく超有名なんですけど、セドリイコール古本イコールブックオフみたいな頭が、そうですね、実際にお話しする、そうですね、セドリとかネットビジネス更新会とかで非常によく聞く、方程式というかあれなんですけど、ただ利益率でかいんですよ、古本は。まあ、105円にしろ、まあ、その他の本にしろ利益率でかいんで、利益率 40% とかを全然叩き出すことはできます。なので例えばそうですね、月賞で、
90万だったとしても利益が30万出ることはあるわけです。それに対してゲーム、もう私のやり方はレバレッジというような感じで、まあ、ある程度回転の非常にいいものを仕入れるんで利益率はフルオンより明らかに低いです。あ、もちろん利益率が高いゲームとかもあるんですけど、そっちで利益率はフルオンより低いので多少月商を跳ね上げないと利益は多く出ないというようなことでありますので、決して月商が低いからあこれじゃできないんだという考え方ではなくて、利益ですね、どれだけ利益が出るかというのを、よく判断してもらいたいという、まあ、ほとんど利益率出さないですけどね、はい。まあ、そこまで聞いちゃうとどうなのか、まあ、コンサル生みたいな人にはバンバン教えてもいいと思うんですけど、見ず知らずの人間に教えるということはなかなか皆さんやりたがらないということであります。3つ目ですね。最後に情報商材のターゲットということで、セドリ商材ですね、こちら初心者向けか上級者向けなのか、こちらセドリに限らず情報商材全てに言えるんですけど、誰に向けて書いてるのかなということを、よく考えてもらいたいと思います。まあ、特にその初心者向けに関しては煽りを入れまくるというような感じなんですけど、一番そうですね、情報商材で騙されたっていうのはほとんど初心者の方なんで、こういう商材にはよく注意しなきゃいけないというふうに考えてはおります。なのでですね、上級者の方が別に初心者の商材買う必要もないと思うんですけど、逆に言えば初心者の方でですね、初心者向けの違いますね、上級者向けに書いてて結構難しいこと書いてあるんですよ。初心者でも取り組めますかみたいな感じで、初心者でも気軽に取り組むことができますみたいな、こんなのを鵜呑みにしていてはいけません。はい、やはり初心者には初心者向けの商材があると思います。まあ、商材一番いいのは初心者商材買うんじゃなくて、ちょっと高いんですけど、まあ、人によって違うんですけど、コンサル受けたらいいと思うんですよ。その方がはるかにスピードが出るというか、まあ、家庭教師というか塾というかなんなんですけど、まあ、最近では塾といってもDVD を送りつけて終了とか商材と変わらないというような話を、私はそういう塾とか入ったことないんで分かんないんですけど、そういうような話を聞いておりますので、ぜひ初心者でも取り組めます、よしじゃあ私も取り組もうみたいな感じで上級者の商材を買ってわけわかんない放り投げるということがないように、ぜひ注意していただきたいなと思っております。はい、特にサポート体制の質なんですけど、こちら最近の塾とかですね、メールサポートをつけるとか、まあ、最近の商材の 90% ぐらいはメールサポートついてるはずなんですけど、私が考えとしてはメールサポートは基本的に不可と、でこんなものあって当たり前だというふうに私は考えております。もっと上を求めるなら、スカイプ電話でのサポート、もしくは実際に会って、質問とか疑問に答えるというようなサポートがあれば、それは非常に信頼できるというふうに私は考えております。メールサポートなんて1日に1回しかメールチェックしない人もいるわけですよ。まあ大抵2回とか多いらしいんですけど、そんなすぐわからないからメールサポートするわけじゃないですか。でメールサポートに問い合わせても返ってくるのが1日後だと、じゃあそれまでその人何していればいいんだというふうに不満がたまるわけですよ。特に私の場合は非常にせっかちなので、分からないことがあったらパッと聞きたいというようなことでありますので、メールサポートでもそうですね、私はセドリ以外にも、競馬の情報をですね、ちょっと公開していて、メールサポートというか、購入者というか全部無料で提供しているんですけど、購入者さんから会員の方ですね、いろいろ質問があるんですけど、そういうものには基本的に自分は待たされるのは嫌いなんで、信じられないぐらいハイスピードで返答が返ってきたというようなよくお話をよく受けます。まあほぼ6時間以内には返してますね。まあ、寝てる部分は確かに外すんですけど、そういう感じでやっぱりそうですね、その実際に購入されたことの購入された方のことを考えて素早く返信をするというような商材ではないと、そのメールを送って2、3日後にメールが返ってくるみたいな、ほんなほんみたいな商材にはちょっと私は信頼を置けないなというふうに考えております。以上がですね、私の、第4回のこちらですね、レバレッジセドリ講座のセドリ罠ということで、ぜひ参考にしていただければいいと思います。最後にですね、ちょっと写しましょうか、メルマガで送って、こちらの、実際にセドリ系商材購入したけど結果出たにかかわらず、なんかこういう商材だったよみたいなのを
やんわり教えてくれればいいんですよ。まあ、どんな感じだったのかっていう、ちょっと全部教えちゃうとそれは情報商材にならない、情報商材を転売してることになるので、もしそちらを教えてくれ、例えば何々せどり塾みたいな感じで、これはこういう風な感じでこうだったよみたいなことをあんまかに教えてくれるようであれば、中身言っちゃいけないんですよ、もちろんノウハウとかですね。ただこういうような感じで教えてくれれば、まあ、レビューですね、教えてくれれば、私が、ホームランはないと言ったんですけど、私が実際に8万9000円で仕入れて22万円で販売した商品というのを特別に商品名をお伝えしようと思います。まあ、その商品名があればその商品のランキング、売り行きぐらいのグラフなど、出品者のライバルの有無などを全部見ることができて、まあはっきり言えば儲かる商品を一つ見つけたということになるんですが、それをしてお教えしようと思っていますので、ぜひ下のスカイプ ID ですね、コンタクトをいただければいいなと思っています。以上になりますね。ありがとうございました。